見事優勝しました中山選手です、今年、目標お願いします。今年は、まあ、もちろん順位とあとスパートでトップ3みたいなのを狙ってます。ということはワールドファイナルクラスも出場される可能性があるということだと思うんですが、目標というかお願いします。そうですね、12日の方も出ますので、ちょっと初なんでここまで食い込めるかはちょっとあるんですけど、できるだけベスト尽くして、トップ3ワールドファイナルトップ3に入りたいなと思って、チームでは一丸となって頑張ろうと思います。今年で3年連続出場ですが、今年の目標をお願いします。まあ、去年はエキスパートも、まあ、予選通過することができたので、まあ、今年は、まあ、その中で上位に食い込んでいきたいと思います。ズバリ、まあ、そうですね、まあ、5位以内いけたら結構いいんじゃないかなと。アマチュアクラスは表彰台、まあ、表彰台は、まあ、まあ、頑張ってください。はい、初出場の生永選手大丈夫ですか？大丈夫です大丈夫ですか？目標というか、目標お願いします。ワールドファイナル、いや、出ないですよね。まあ、30予選通って、何のクラス出られるんですかね。多分11。いや、違いますよね。35歳以上の12日でしょ。スタートが得意と聞きましたが、はい、アメリカンにも勝てる自信の方はいけます？スタート出てそのまま逃げ切ろうかな、ブロックして。やっぱりそこは全開ですか？全開です。では頑張ってください、はい。